今回は英語学習の全体像をご紹介します。なぜ英語学習の全体像をご紹介するかというと、一般的にこれから学習する対象の全体像を知っておくことで学習の道のりがクリアになりますし、それによってその学習が成就する確率が高まるからです。例えば、ただ走ってくださいと言われるよりは、山あり谷ありの道を42キロ走ってください。そう言われた方が心の準備も あるいは筋トレといった体の準備もできて完走できる可能性が高いですよね。とにかく学習の全体像を知ることはメリットしかないのでご紹介させていただきます。わかりやすいよう今回は英語学習を飛行機やピアノの演奏に例えますでは本題ですがまずとにかく英会話ができることを最終目的とします。これをするためには聞く 話すといった能力が必要になります純粋に対面での会話だけでしたら読む能力はいらないのですが現実には情報を読んでインプットすることもコミュニケーションに欠かせませんから読むも入れさせていただきますここまではいいですよね読む、話す、聞くが英語の能力であるとここで飛行機に例えますと欲しい能力は飛行となりますそのためには 前に進むための推力浮くための揚力コントロールするための機構が必要になりますところが実際はこれだけでは最も重要な要素が抜けていますこれら個別の機能を統合制御するためのコンピューターです英語においても同様のシステムが必要でこれは処理能力と呼びたいと思います皆さんも聞いたことがあるかもしれませんが英語能とか 英語を英語のまま理解する能力とかがこの処理能力と同じ意味と思っていただいて結構です。ここで本題から少しそれますと実際には現場で細かいノウハウがありまして例えば乱気流をうまく避けるとかシンプルでわかりやすい航路を飛ぶとかまあそんなことが実際できるのかわからないんですけどねいろいろ細かいノウハウがあります。英語に例えるなら 例えば英語で救急車と言いたいんだけどもその単語がわからないときに、えー「ホスピタルに行く時に乗る車」って言ったりとかあるいは「インジャー p パ r s o ン」を「r リー」する車で言ったりとか、まあ、言い換える頭の使い方ですね。あるいは留学することをなんてう英語で何て言うのかわからなければ海外で勉強する「study in a foreign country」 っていう簡単な表現に置き換えたりとかっていうまあそういう頭の使い方があるんですよね言い換える頭の使い方です他にも現場の細かいノウハウといえばスラングであったりネイティブがよく使う表現みたいなものも挙げられますただ私はこういった表現を覚える必要性は極めて低いと思っていてそういう言葉に出くわす機会があればその場でどういう意味ですかって聞けばいいんですけど率先して 勉強する必要はないと思っています。まあ、よほど暇でない限りはですね。また全体像に戻ります。先ほど読む、話す、聞くというカテゴリーを作りましたが、それぞれで最も重要になる能力は何でしょうかここでは私は読む速さ、瞬間英作文能力、瞬間英文理解力という3つの能力を挙げたいと思います。細かく言うと発音とか リテンンション能力とかいろいろあるんですが最後はこの3つに集約されると考えています次に興味が湧くのはこの3つの能力をどうやったら上達できるかですよね具体的な訓練方法として私が推奨するのは多読、瞬間英作文、シャドーイングですこれらの訓練方法については別途個別個にご紹介しますここまで全体像を見て結構大変だなと思いましたでしょうかはい 英会話を円滑にできるためにはこのような個別の能力を統合・運用する必要がありなかなか高度なことをやろうとしているんですね英会話ってピアノの演奏に似ていると思いませんか口で話す代わりに鍵盤を指で叩きますで文章を読む代わりにえ楽譜を読みますよね絶対音感はもちろん他の奏者の表現や音色を聞き分けるためには まあ、リスニング能力が必要ですよねピアノなら通常楽譜を読みながら演奏しますけども英会話には台本はありませんから、えー、ピアノでいうところの即興演奏をずっとするようなものです頭に浮かんだ考えをまあ、次々に英文にしてこれをまあ、言葉にしていかないといけないわけですよねだからトーイクで900点取れても、えー、英会話ができない人がまあたくさんいるんですけども そんなのあの当たり前の話なんですよ。それ相応のトレーニングをしない限り、あのどんなに toeic の点数が高くても、それは話すとはまた全く別の能力なので、まあ、当たり前のことですピアノを弾くのも英会話をするのも、その能力の大部分は技能なんですね。知識は全体のうちのまあ、一部であってで、ほとんどの部分っていうのがこれ技能による活動になります。 ですからそれなりに長期間にわたって腰を据えて一つ一つの技能を身につけていかないとこれは成就しませんまとめです学習の全体像を知ることでペース配分や自分が今どこに注力しているのかを意識しましょう必要な技能に対し効果的な訓練をしましょうスラングなどといった優先度の低いものや聞き流すだけで英語が自然とできるようになる そういった安直な学習方法には飛びつかない方がいいかもしれません。以上です